ザ・アスレティクが、三笘の離脱期間は、4週間から6週間までであると報道した。三笘は、第18節で、クリスタルパレス戦に先発出場し、後半終盤に、左足首を痛めて、負傷交代をし、そして、デゼルビ監督も、約1ヶ月の離脱と、アジアカップの出場が絶望的であると認めた。我々は薫を約6週間失うことになる。おそらく4から6まで週間はかかる。私はないと考えている。SNS の反応。納得できないし悲しい。アジアカップ強制的に呼んで、そのまま起用しない方が、ちゃんとした休養になるんじゃないの？酷使されたけど、他も重傷だし、これ以上若手の起用も限界で、八方塞がりだったから仕方ない。ブライトン、冬の補強マジで頼む。